マリー・ジョゼフィーヌ・ルイーズ・ド・サボアは、フランス王ルイ18世の妃である。夫が正式に退官する以前に死去したため、正式には王妃になっていない。ルイ18世らの祖父ルイ15世の母であるマリー、アデライ・ド・ド・サボアは、マリー・ジョゼフィーヌの王叔母にあたる。イタリア語名は、マリー・ア・ジュゼッピーナ・ルイーザ・ディ・サボヤ。1753年、サルデーニャ王、ビットーリオ・アメデオ3世と、 スペインブルボン家出身の王妃マリーアントーニアの次女としてトリノに生まれた。1771年4月、同盟国フランスの王帝プロヴァンス博、ルイスタニスラスと結婚した。なお1773年に妹マリーアテレーザが夫の弟アルトワ博、シャルル・フィリップと1775年に兄、 カルロ・エマヌエーレ4世が夫の妹クロティルドと結婚している。当初、夫は兄をルイ16世と同じく神聖方形のため性的に無関心だったが徐々に自然治癒し、1774年と1781年にマリーは妊娠したもののいずれも流産した。夫は漁食をはじめ愛人のバルビ伯爵夫人に熱を上げたためマリーは苗頭にされ、 結局夫婦の間に子供はできなかった。フランス革命のため、夫妻は1791年のバレンヌ事件と同じ、日にコブレンツへ亡命したが、この時夫の愛人も同伴であった。その後亡命先を転々とした間に、夫、ルイス・タニスラスは、兄ルイ16世の刑事により、摂政に就任し、マリー・アントワネットの次男ルイ・シャルルが1795年に、 タンプル島で国死していたことが判明すると、亡命フランス王家は、夫のルイ18世としての即位を宣言したため、マリー・ジョゼフィーヌは、名目上の王妃となった。1810年11月、まだ夫が正式に退官する前に、マリー・ジョゼフィーヌは、亡命先イギリスのハートウェル・ハウスで死去した。彼女の遺体は、まずイギリスの王族が眠るウェストミンスター寺院の、 ヘンリー七世霊拝堂に葬られたが、大冠式を行いなかったことを理由に、フランス王妃として葬ることはできなかった。翌年四月、ルイ十八世は、マリー・ジョゼフィーヌの遺体をサルデーニャ島に送り、当時サルデーニャ王国の宮廷が置かれたカリアリの大聖堂に葬られるように取り計らった。弟のサルデーニャ王、カルル・フェリーチェはせめてもと、姉の母妃に、ガリア人の王妃と刻ませた。 ありがとうございます。